日本海桃園変動隊。日本海桃園変動隊とは、文字通り日本海の日本列島より桃園を南北に伸びる、幅数百キロメートルの地質学的な歪みの集中体である。ユーラシア大陸カラフト間のマミヤ海峡から北海道シャコ半島沖を通過し、小川半島沖から新潟沖につながる。北方への延長線は東シベリアから、 北極海底の超低速で拡大する南線が引ける海嶺を、京大西洋中央海嶺につながるが、大西洋中央海嶺は、拡張方向の運動で、シベリアの北側にあるラプテフ海のファデイエフスキー島、オストローブファデイエフスキー付近を、回転軸として、日本方付近は、東西方向下の圧縮運動となっている。プレートテクトニクス的にえれば、ユーラシアプレート、アムールプレートと、 北アメリカプレート、オホーツクプレートが衝突している境界で、日本海側、ユーラシアプレートが、日本列島、北米プレートの下に潜り込む運動をしている場所。現時点では潜り込みがまだ浅く、衝突の域を出ていないが、数百万年後の未来には、新たな海溝を生じて、海底地形としてはっきり現れると考えられている。この部分を、プレート境界とする根拠は、 新潟県沖から北海道西方沖までマグニチュード7規模の地震が戦場に発生していたことによるもので特に秋田県沖を震源とする1983年の日本海中部地震きっかけとして日本海東円新生プレート境界説が発表されたことで注目されたしかしプレート境界の様式は不明で衝突境界とする説と トランスフォーム協会とする説がある。1995年のサハリン北部のネフチェンオルスク付近の地震以降は、サハリン日本海東円変動体とも呼ぶことがある。この変動体に、ほぼそう形で、地震発生層の浅い領域が存在していて、北は、シャコタン半島付近、オ島半島、東北赤両山地を通り、福島県西部付近で南西方向に向きを変え長の、 富山県境から琵琶湖北に抜け、島根県東部まで続いている。日本海の海底には、日本海形成時に活動した断層群が残されており、新大三期中心予行期までは引っ張り、方向の応力上で正断層が発達した。先進予行には、応力上が反転し、圧縮方向に変わった後は逆断層として活動をしている。 日本列島の陸上部のプレート境界線は明らかになっていないが、新潟神戸構造体とつながるとする説と、佐渡島のと半島間を通り糸井川、静岡構造線へとつながるとする説がある。現在は後者の佐渡島のと半島間説が有力であるが、新潟神戸構造体を延長方向として捉えると、三上地震、善光寺地震、新潟県中越地震、 新潟県中越沖地震、長野県北部地震の発生が見られる。また1741年に、北海道の小島半島の熊井市からまさにかけてを、襲った謎の大津波の原因となったとされる大島大島や、奥尻海嶺、佐渡海嶺、西津軽海盆などの地形がある。約100年間隔で活動が活発な時期と比較的、平穏な時期を繰り返しているが、 20世紀後半から21世紀初頭にかけては活発な時期に当たっている。また、サハリン島岸から北海道西方沖を経て、新潟付近の地帯では、過去200年間で M6.5 を超える規模の地震を10回程度発生させている。堆積物調査などにより、活動間隔が判明している主な場所以下は、過去約200年間に発生した地震のうち、 M6.5 以上の主な地震を抽出。能登半島以北を震源とする地震では津波を伴い、約千年程度の再来間隔で150年程度の幅を持ち集中して地震が繰り返されてきた可能性が指摘されている。なお、震源が陸地に近いため太平洋側の海溝型地震と比較し地震発生から津波到来までの時間が短い同じ津波マグニチュードや、 モーメントマグニチュードならば、太平洋側の地震より大きな津波が発生すると、いった特徴がある。1833年、庄内沖地震、85人、以降、顕著な津波を伴った地震の発生が、人々の記憶の中になかったことから、日本海側に津波は来ないという俗説が信じられていた。ため1983年に本海中部地震に、おいて41人の死者を記録している。 また、1993年北海道南西沖地震においては、地震発生から数分で到来した津波により198人の死者を記録した。能登半島以西の地震と津波に関しては、3回程度の津波を伴う地震の発生を示唆する研究もあるが、十分に解明されていない。斜面の崩落を生じ規模の差はあるものの稼働閉塞を生じる。 顕著な稼働閉塞は1847年、全港寺地震で記録されており、多数の歴史者を伴った。かつ終局地域であることから2004年新潟県、中越地震のように伴い明瞭な地震断層を伴わないこともある。車庫丹半島西方沖、奥尻島南、小賀半島沖、佐渡島北方沖、 山上地震と新潟地震の震源域の間などいくつかの地震空白域が存在している。提唱されてからの日が浅いため、観測の歴史が長い南海、東海、関東地域と比較すると地下構造の解明は不十分である。しかし、1997年以降は防災科学技術研究所の高感度、地震観測網の観測伝説や、 ゆがみ集中体プロジェクトによる観測により解明が進んでいる。防災科学技術研究所が中心となり、日本国内の大学や研究機関が分野ごとに観測及び研究が行われ、2013年には総括資料がまとめられた。1自然地震観測分野士官、防災科学技術研究所に地殻構造探査士官、 東京大学地震研究所3 GPS 観測による詳細な歪み分布の解明主管、名古屋大学大学院環境学研究科4地形地質調査主管、東北大学大学院理学研究科5共振動予測高精度化のための調査研究主管、防災科学技術研究所6歴史地震等に関する記録の収集と解析主管、東京大学地震研究所 詳細な地下構造を解析するために2010年8月、東京大学地震研究所は、1964年、新潟地震の震源域の直上にあたる淡島沖の南方海域の海底に、日本海側で初めてのケーブル式の高精度海底地震計を設置常時観測をしている。また、海底だけでなく内陸部の変動体の 地殻構造解明のための調査も行われ、東山三島、佐渡合津、山上や飛行機といった横切るデータを収集することで、発生する地震の規模、発生時期の長期評価等の精度を上げるための調査が行われた。2011年の東北地方太平洋沖地震をきっかけに観測研究計画の見直しが行われ、研究が遅れている。 日本海沿岸の地震及び津波研究が進められることとなった。そしてこの権威に基づき2013年度から北海道沖から九州沖までを調査対象とする8年計画の日本海地震津波調査プロジェクトが開始された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。